どうもじゃないです。えいち。ピーパー。ちょっと待って。スシローさんにお邪魔しております。ありがとうございます。大好きなスルーハンでございます、はい、本日の企画、自分の好きなものなら無限に食えるんじゃねー、はい、今回特別な許可をいただき、はい、撮影させていただいております、はい、だから勝手に撮影したりとか、はい、マナーが悪い行為などしないようにしてください、はい、ちょっと待って、大食いをしてると思うんですけど、はい、じゃあ結局誰が一番食うのか見せたことないんじゃないのっていう話なんですよ。いや、あるでしょ。ない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 、誰かわかんない。え、一番食べる人は将軍。でもバグった時のキョンちゃんはやばい。月1回ぐらい将軍はその趣味読まなきゃいけないから。エイジはマジでたまにじゃん。たまにヘンリーは自分が好きなもんだけじゃん。確かに。そう、なんかバラバラじゃないですか、はい、まあここに肉まんの名前が並んでないのがもう面白いんですけど、おやおや、そうですね、本日、はいはい、自分の好きなものだったら無限に食えるじゃないですか。そうですよ。いやもうな、相性好きなもの好きなだけ食べていいよ。そうです。ただし好きなものしか食べてはいけません、はいはい、それでは注文します。はい、何ですね。僕一個考えてるのがあって、はい、カニ味噌なんですよ。カニ味噌美味しいじゃん。スシローさんのカニ味噌、カニ味噌だけじゃなくてちょっとキュウリも入ってない。はいはい、俺もその原理でイクラがすごい好きで、俺イクラにします。俺カニ味噌にします。俺一回さ、おひつでさイクラ大量に食べてじゃん、あれじゃダメ。海苔が巻いてあって軍艦巻きになってるのが美味しいじゃん。これお寿司屋さんで、まあ、確かにイクラの軍艦巻きを食べる無限だと思う。お炙りサーモンとかと。炙りサーモン、炙りサーモン、めっちゃ美味しいじゃん。炙りサーモン一番美味しいんですよ。ジョンは？俺はね、最近大好きなのは甘エビです。いや、甘エビなんだ。俺甘エビ最近大好きで、確かになんか甘エビって感じするよ。どういうことだよ。顔がね、プリプリしてる。うわ、お寿司到着です。ありがとうございます。お僕がこのイクラの軍艦巻きですね。はい、カニ味噌です。甘エビ、プリプリ、炙りサーモン最高じゃない。超幸せキャベツよ。こんな贅沢ないよ、カニ。ない。それでは早速、はい、いただきます。よーい、スタート。まず一つ目、カニ味噌にしてました。一貫でいきます。カニ味噌、せーの。優勝。うますぎ。俺の勝ちだわ。二個目いきますか。それでは5皿目ずついきます。最高。いただきます。いただきます。いただきます。ちゃんとオリーブのね、味がいいわ。ちゃんとそれはまだバジルじゃないですか。バジルバジル、バジルって書いてありました。まあ、通常運転、通常運転じゃん。米に乗りまくってさ、誰が乗りましたの。なんか昔の漁師さんの。なんで知ってる。いや、わかんないけど。えじゃあ飲んでみたい。カニ味噌正解だわ、これ。え、早くない私、早食いじゃない。え、ちょっと、いや、いや、逆にさ。え、手品なんだけど。お寿司のサイズってさ、そんなに時間かかる意味がわかんない。この醤油も。終わってんのか。わーい、来たーという感じで、はい、黙々と食べておりますが、みんな8枚食べました。8皿、うん、という感じで続けて12皿目まで、うん、いっちゃいましょう、うん、いただきます。今普通に始まる。なくなるタイミングが早い。俺、ギョンちゃんの早食いの秘密分かった。こいつ噛んで砕けたところをちょっとずつ飲むんじゃなくて、全部一気に飲み込んでる。噛んではいる。でも全部一気に飲み込んでる。ほら見て、お口パンパン、パンパンから、パンパンから急に飲み込んでる。どうなる方を監視するな。早すぎる。もうないよ。早っ。え？だってこの間もさ、大食い企画さ、単純に心配されてたもん。早いとこじゃなくて心配みたいな。どんぶり一杯一口で食ってたんだよ。本当にあれは。そりゃ心配されるよ。いや、意味がわかんない。眠くなってきたの。急に眠くなるよ。ちょっとね、スピードが結構関係してきちゃってて、そこそこ膨れてきて、僕と翔がね、あの結構秒でなくしちゃうんですけど、熊とエイジがね、わりかしやっぱ食べる速さに差が出てきちゃってるよね。嘘、結構俺もうね、7割ぐらいまで来てる。手品ってさ、種明かししちゃいけないんだよ。ちょっとずつ飲み込みたい。何回か俺ね、どう見ても1回しか飲む。なんで1回で飲み込むか、その明確な理由に関してはちょっと恥ずかしくて言いたくない。何ですか。ヒント、ヒント、どうぞ。え、そのまま答え知ってんの。これね、ちょっと難しいんですけど、唾液が出るじゃないですか。はいはい。その唾液が口の中に残り続けるのが嫌なんですよ。
昔からずっとあって、そうなんだ。そう、すごい角度の潔癖症なんですよ。じゃあ、物食うってそういうことじゃない？それが許せない。いや、なんか人間のメカニズム否定しない。メカニズムは否定しない。メカニズムが汚いよ。そんな今度の話してる間に、はい、全員が12皿目完食でございます。すごい、12皿だよ、うん。そんなことより、はい、今話題になってるじゃないですか、はい、迷惑行為が、はい、だからこそ僕らがちゃんと真面目にちゃんと許可を取ったり、うん、しっかりいろいろ迷惑かからないようにちゃんと動画撮っていきましょう。自分たちがね、気づかずに何かやっちゃってるかもしれないし、良くないこともあるかもしれないんで、はい、皆さんもちゃんと気をつけてください。はい、僕らも全力で気をつけていきます。いっちゃうぜ。いただきます。こんだけ食べても超美味しいと。ここまで食ってもうあれだよ、32貫。結構いってな。これ100やん。みんなでみんなで100貫。とっくに今俺らが1貫ずつ食ったらもう、あ、もう、100貫です。やべえな、さっきの話のせいで俺自分の食い方すげえ分析し始めて自分のよだれの流通気にし始めた。大学院も食いたい。ここのデザート食べない。デザートは食べりません。え、食べない。なんで。わらび餅が今日は一品だけです。シャリアピン。なんでなんでシャリアピンなんだよ。何シャリアピン。シャリアピンって何、教えて。シャリアピンね、変なの。お前のもの。シャリアピン変なの。お前のもの。シャリアピン。そうなっても俺の辞書にはね、何クモの辞書って出た。もう頭よく見える言葉辞典みたいなやつ書いてある、書いてないかと。昔ね、クマくんが頭いい言葉使ってるように見える本みたいな辞書を持ってて、そう、頭を良くしようとしたんじゃないか。よく見られるようにしよう。大丈夫だよ、クマ頭いいから。頭いいよ、お前。まあ頭いい、超頭いい。ちょっと連呼は違う。普段なんかされてる。俺が喋ってる部分全部カットしようと。平さん、ごめん、それは編集的に、あの、しょうがないと思います。あの、邪魔なんです。邪魔っつったぜよ。あの、ガラスについたホコリ行くでしょ、ちゃんと。雨降ったらワイパーするでしょ。そうそう、みんなそう思ってる。それだけは許して。すごい、いい例えだ。喋ってて全然食べてない。喋るの大好きだ。あれ、え、おちょくられてる。寝ながら喋ってるの。え、寝てるピョちゃんの隣にそんなにいる。たまにあるよね、寝てなる。知らん間に隣に寝られてる。そういうされてる。そういうしてる。いや、お前寂しいなら言えよ。そのやりとりグロいな。あんたが始めさせたんだ。はい、じゃあくまちゃんの16皿目。くまちゃん16皿目終わり。おお。あ、あの、ごちそうさまでした。あれ、あれ、満足しましたか。はい、満足。はい、ここです。軽食一家くまくんの無限は12皿です。16です。あ、16だ、すいません。16です。記憶がちょっと間があのピーパーピカンされたみたいな。ニューラライズされたのか。最近さ、俺結構さ、コメ欄と DM でうざがられるんだよ。いや、俺も最近よく見るのよ。見つけてもさ、キョンちゃんに言ったらさ、もうただ傷つけるだけだしさ、俺がなんかそれ言うのもさ、変な話じゃん。でも俺1個だけ、とんでもないの見つけちゃって。何？あのちっちゃいのいない方がおもろいやん。言うな、それは。言うな、そういうのさ、ガチみたいな。僕最近楽しいんですよ。楽しい、動画撮ってて。楽しい、楽しい。テンション高いの。うん、高いね。で、一応僕テンション高いし、もともとこういう人だっていうのもあるんですけど、うん、一応リーダーだから盛り上げて、盛り上がってる。だから盛り上がってる。俺が変なことしみんな笑わせようぐらいの感覚で言って頑張ってる。そう、俺らがすごくそれは楽しくやらせて。ね、俺らはね。そうなんですけど、やっぱ視聴者さんのごく7割ぐらいの方たちが、僕のことがとってもうざいみたいな。あの、衝撃的な DM 来たんですよ、そういえば。お前動画で面白くねえことベラベラ喋ってんな。お前が出るからクソつまんなくてチャンネル外したわ。来たんです。はい、あの、違う、大丈夫。3週間へこみました。大事だからね。そうそうそう、今日大事よ。俺らは狂ってるキョンちゃんの好きだよ。式が上がるから。5日前に来たコメントなんですけど、ね、3週間はへこみました。軸を歪む。軸ピューン。触るんじゃない。おお、はい、これ面白いんでコメントしてください。この人さ、みんなにさ、滑んないように命がけで助けてもらってるのにさ、人の滑りはさ、させ散らかすじゃん。さらってやる。はい、面白かったね。面白くなかったよ。やるじゃん、普通に。どんな思いでみんなが永遠のボケを頑張ってたんですか。気づいたんですよ。しょうがないと。しょうがない。もうね、参考にした方がいいと。その言葉を。全部真に受けて、明日から黙ります。あ、
の本当の話言うと、あの全然傷ついてないですよ。受け入れる気持ちを持ってます、しっかりと、本当に直した方がいいところや、バランス取る方がいいことはちゃんと直したり、逆に本当に気にする必要ないどうしようもないこととか、どうでもいいこととかは上手に受け取るし、っていうのがありますよ。はい、私そうだよ、ずっと笑ってますよ。今思い出し笑いしたのは、エイジのことをみんなで命がけで助けてるのにっていう話です。いや、これ話すり替えただけで命がけですそこだけは否定しません。この動画面白くしろよ、俺のとこさっきさ、エイジのシーンをさ、俺が切りまくってるっていう話出たけどさ、それしなかったら多分キャッチャーより嫌だ危険なことがもう一つあって、あの俺のこと嫌と、エイジが嫌がられるって話を調べると、そもそものクマはって話に戻ってきちゃった。意外とあの触れてないですけど、クマくんのアンチコメントが一番多いですよね。僕のアンチが一番多い。はい、3人とも、どうしようもね、仲間だな。俺は。しょうもアンチないよね。たまにあるよね。いや、戦いたくなさすぎて、あのしっかりしてる。俺とクマとエイジは、もともとさ、YouTube やってなくても叩かれてきたじゃん。いや、そうだよ。いや、そうだよ。俺もクマもエイジもやっぱ学校で浮いてたから、でいじられたりバカにされたりもしょっちゅうだった。そういうもんだと思ってるから、嫌な気持ちにもならないし、イライラもしない。でも将軍は多分傷つくと気にしちゃう。俺らよりも絶対気にしちゃうから。気にするね。最近将軍気にしすぎて落ち込んでることあるもん。いや、めっちゃ落ち込んでるもん将軍は普通に叩かれたらやられちゃう人だよ。やられちゃうね。俺1個でやられてるから。やられてるの？1個でやられてる。1個だってせっかくの何万円もかけてさ、髪型こうやってってさ、立て出したら1個だよ。変態ちゃんのキャラがやっぱ多いじゃん。富、人生、力、子供の全てが手に入れた男、ゴールドブちゃん、彼の尻で行った人が富士の海で借りたのか。海に潜りたきゃ潜れ。ヒットしねえよ、そのマグロ。という感じで、クマ君が満足したということで、今度は僕と翔君とエイジ君一貫ずついきたいと思います。多分ね、よく考えたら俺とエイジの部分のキャパ結構近いんだよね。ゆっくり食べても早く食べても食べてる量同じくらいなんですよ。いいですよね。でももうじゃあここで満足ということでいいですね。満足。美味しかったですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ほら、どなたも一個さんはどうするの。最近傷ついてるって言ったばっかだろ。なお言ったらさ、俺が傷ついてないとでも思ってるんだよ。成り立つよ。成り立つよ。成り立つよ。いいよ、俺もう3ヶ月ぐらい動画出ないからとか言いつつ、まだ行くことに決定しました。すごい。いくらって復活しちゃうんだよね、頭の中スーンって入れ替えると。あれ、フラワー。わー、ドライフラワー。エイジのドライフラワーよりしょうもなくて。なんで僕はここでごちそうさまです。あら、ごちそうさまでした。19だ。え、将軍はまだ行くんですか。あと4で、あと4いいっすか。というかね、将軍がまだここから食べ進めます。え、すごい、24皿。やっぱ将軍すごいよね。いや、将軍やっぱすごいよ。すごいな、将軍さん。すげえ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。じゃあ24皿48貫という感じで。はい。いや、そう、今回シャリハーフとか一皿一貫とかそういった甘えないないね。はい。という感じで見事無限に食えるもん食べちゃってこうぜ選手権。はい。優勝果たしたのか。で、勝負でーす。すごい、千人賞。という感じで皆さん。はい。ぜひ、スシローさんに足を運んで食べてみてください。特別の許可を持って、特別に動画撮らせていただきます。勝手に SNS に上げるようなフォローはしないでください。はい。